こんにちは、ロトサービスです。皆様におなじみの自動販売機のお話をします。多くの自動販売機についている高架投入口ですが、縦向きと横向きがあるのに気づいていましたか？実はあの向き、それぞれ理由があるんです。自動販売機には入れられた硬貨、コインが本物か偽物かを調べる識別器という装置がついています。硬貨投入口が縦向きの場合、投入された硬貨は横向きの場合より早く落ちて識別器まで到達します。これはなんとなくわかると思いますが、機械の中の硬貨の流れ落ちやすさが関係しています。なので硬貨投入口が縦向きの場合、横向きよりも若干短い時間で商品を手にすることができます。そのため硬貨投入口が縦向きの自動販売機は、続々と客がやってきて混雑する場合に適しています。例えば駅の切符売り場などの券売機ですね。ただし投入口が縦向きの場合、硬貨を識別して収納する機械が大きくて、さらに奥行きが必要となります。なので飲み物やタバコの自動販売機の場合、券売機のようなスピードは求められないため、硬貨を識別して収納する機械が小さくて済む硬貨投入口が横向きの自動販売機なのです。硬貨投入口に縦向きと横向きがあるなんてなかなか気づかないですよね。今日もご視聴ありがとうございました。ロトサービスがお送りいたしました。ではさようなら。